くれいけん何もあるさるじゃ穴掘りアニマルソルジャーはレッド抹殺の後に埋める穴を掘っているのだ。うんせ、穴遊びじゃないよ。向こう行ってよ。騒いだら息切れが。大丈夫食べるなここ。どうだろう。さあ行け。アニマルソルジャー。レッドの墓。穴掘ってたら時間かかっちゃうね。何やってるのウサちゃん。え、あ、かよこさん。レッド。レッドの墓を掘ってるんです。ダメ、ドランコになったら汚れが落ちないでしょ。あんた、なんで俺が自分の墓を掘らなきゃなんねんだよ。くらいけアニマルソルジャー選択。なんだよ、まだいたのかよ。午前半休だって言ったでしょ、ゆうべ。ああ。ねえねえ、それよりこれ見て。ん？ここ、ここの記事。ああ、なんか言ってたわ、あいつら。取材受けるとかなんとかって。すごいわよね。さすがバンプさんとこの怪人よね。人食いザメが人助けだって。なんかある意味今流行りのツンデレみたいね。どうしたの？いや、俺の聞いた話とちょっと違うぞこれ。え？俺が聞いたのはよ。あ？人命救助？そうなんですよ。溺れている子供彼が助けたんですよ。やってれる。そりゃお手柄じゃねえか。私も鼻が高くって。あの日は天気が良かったんで多摩川でみんなでお弁当を食べてたんです。で、泳ぐんですか？泳いじゃうよ。川見たら無性に泳ぎたくなりまして。ほら、僕サメ怪人じゃないですか。サガっていうか、かなりのサメ肌ですし。サメ肌関係ねえだろ。いやでもやっぱたまに水に入らないと感覚が鈍るんですよ。お風呂もありっちゃありなんですけど、やっぱ広いとこで泳ぐと野生の感が蘇るっていうか。あ、知ってます？水族館のシャチってなぜか背びれが回る。いいから先続けろ。で、ジャブジャブ泳いでたらなんか対岸が騒がしいんですよ。何かなって思ったら、サトキちゃん。ダメだ、流れが早すぎる。ガリューで子供が溺れかかってて。で、助けてやったと。ええ、そりゃもう親御さんたちに感謝されまして。もういいですよって言ってるのにね。ところでよ。はい。お前ら確か悪の組織だったよな。ええ、それが何か。いや、別に。じゃあこの必殺技の特訓中に子供の叫び声が聞こえて夢中で飛び込みましたっていうのは。嘘嘘、おう嘘。なんだ、ちょっとカッコつけちゃったのね。たくよ、変に見え張るとこがあいつららしいわ。まあいきさつはどうあれ、人命を助けたってことに変わりはないわけよね。まあそりゃそうだけどよ。たく、悪の組織のくせによ。あの場にいれば誰でも同じことをしたと思います。私が特別というわけではないと思います。だって特別だ、サメじゃねえか。謙虚よね、悪の組織なのに。近々市長と面会するんだってすごいわよね、悪の組織なのに。お前は何か言いてんだ。別に、ただ立場的に人助けをしなきゃならない人が他にいるんじゃないかなと思ったり思わなかったり。俺だってその場にいりゃ子供を助けてたよ。うちでゴロゴロしてたらそういう場面にも出くわさないわよね。ったく、ふざけやがって。 CR 江戸の花嫁2。あしゃあね、ちょっと金下ろすか。なんでだよ、金入ってねえじゃん。早くしろこのチャラを。あっちの方が早いんじゃねえか。ちょ、ママ仕送り入ってねえじゃん、今日合コンなのにさ。おい、動くんじゃねえ。妙な真似すんじゃねえぞ。金を袋に詰めろ。え、な、嘘。早くしろ。マジ銀行強盗。うわ、本物初めて見た。警察に通報すんじゃねえぞ。やべ、テレビドラマと同じこと言ってるよ。は
場的に人助けをしなきゃいけない人がいるんじゃないかな。そうだ、ここで俺が銀行強盗を倒せばバンプたちよりもインパクトあるぜ。よっしゃ、ほら、お前ら一箇所に集まれ。おい、そこの赤いのもこっち来い。はいはい。金はまだか。すぐに。まだ早いよな。やっぱ奴が金を持ち去るときに行く手を阻んで。待ちな。なんだお前は。スーパーナックラ。ギャー。そこで一言。パチンコ屋にはいい日だったが、俺とお前にはアンラッキーデーだったな。かっこいい。決まったよこれ。詰めました。よし、おいお前。私、警察に通報したらこの女がどうなるか分かってんだろうな。いいな。あいつ人質取りやがった。こりゃしのごの言ってらんねえな。おい、おい、あ、しおりちゃんを離せ。え、ケンジ君。お前近づくな。それ以上近づいたら。おい、危ねえぞ。どうしろ、わしだ。バカ。もう大丈夫だよ、しおりちゃん。いや、お手柄でしたね。いや、しおりちゃんを助けた一心でもうスーパータックルを決めました。え、ケンジ君はラグビー部で、しおりさんはマネージャーなの。あ、はい。どうしよう、私たちが付き合ってること大学のみんなには内緒なんですよ。ああ、参ったな、そこまで考えてなかった。だからあれは俺のおかげなんだって。俺があそこで包丁を弾き飛ばさなかったらおめえ、あのバカ今頃生きてたかどうかもわかんねえんだぞ。つまり決め台詞を考えてるうちに惜しいとこを全部その子に持ってかれちゃったってこと。決め台詞ですか。決め台詞とかじゃねえよ。こう、正義の味方には段取り、心の準備ってものがあってたな。いや、だから俺がパチンコ玉をビシッとこう当ててやんなかったら本当に危なかったんだって。あれは俺が助けたも同然なんだって。レッドさんって正義の味方なんですよね。さあ、どうだったかしら。つうか、人の話を聞いてんのかお前ら。無理な笑顔だって笑顔よ。笑顔よ。辛い時こそ、辛い時こそ微笑みを絶やさないようにしたいわよね。できるかしらね。いいこと言うな。俺たち顔見えないけどね。ああ、このエビって揚げ具合が絶妙。うちじゃ絶対できない。わかるか、中がかすかにレアゆえ、火の通っている身のうまみと生の甘みが共存しているのだ。衣もサクサク。コンマ単位で見極めを要する職人の技術だ。足りねえよ。この技、一朝一夕でできるものではない。世界征服と同じですよね。そうだ、私はこの天ぷらを味わうたびに日々の精進の大切さを己に言い聞かせているのだ。バンプ将軍とヘンゲル将軍、タイプの違う彼らだが、それゆえにその中はすこぶる良好なのだ。サンレッドにもいい加減4年に一度くらいは内なる衝動を抑えられない時があるのだ。何をうう言っちゃって。やらしい。そんなんじゃねえよ。はい、プロシャイム川崎支部です。あ、俺だけどよ、バンプ出せよ。あ、ロマンスカーで温泉に行ってる。じゃあ、あれだ、あれ、お前でいいわ。すぐに怪人に連絡取れよ。対決だ、対決。一匹くらいじゃダメだかんな。都合のつく怪人全員呼べ。じゃねえと、アジト壊滅させっぞ。おい、バトルスーツは。何？今日はやる気じゃない。来たか、怪人ども。レッド、容赦しないよ。今日がお前の命日だよ。負けませんよ。レッド、コロッチュ。やっぱいいわ。ああ、待って、レッド。逃げるの？ああ、よかった。コロッチュ。ああ、なんだろ、この敗北感。